リポビタン D チャレンジカップ2014日本代表。スイタリア代表戦。リポビタン D チャレンジカップ2016日本代表。スコットランド代表戦。リポビタン D チャレンジカップ2017日本代表。アイルランド代表戦。リポビタン D チャレンジカップ2017日本代表。オーストラリア代表戦。リポビタン D チャレンジカップ2018日本代表。 ニュージーランド代表戦リポビタン D チャレンジカップは、リポビタン D を販売する、対象制約が特別協賛となり、主に欧州、オセアニアのナショナルチームを迎えて行うラグビー、日本代表のテストマッチ。対象制約は2001年から、ラグビー、日本代表のオフィシャルスポンサーであり、大会は2002年から開催されている。各大会名称は、リポビタン D チャレンジ2002のように、 リポビタン D チャレンジ開催年として言っていた。2013年に行われたニュージーランド代表戦は、リポビタン D チャレンジカップ2013として行われ、以降は、現在のリポビタン D チャレンジカップという名称で開催されている。ありがとうございます。